おはようございます。ドライトニュースの時間です。ジャパ版マインクラフトスナップショット 23W12A のアップデートについて紹介いたします。ついにバージョン 1.20 旅人物語の最初のスナップショットです。それによりバージョン 1.20 の実験は削除されます。次回の正式リリースはバージョン 1.20 になります。いつになるかはわかりませんが、スナップショットアップデートが楽しみですね。そして今回のアップデートは新機能盛りだくさんのアップデートです。それでは今回のアップデート内容を紹介いたします。まずは失われた文化の埋もれた建造物、トレイルルインズ旅路の遺跡が登場します。翻訳はまだされていないので正式ではないですが、タイトルの一部のトレイルから取って多分旅路になるかと思います。旅路の遺跡はあらゆるバイオームで生成されています。陸上や川や海の下に埋もれていて、オーバーワールドのどこにでもあるようです。目印となるのはこんな感じで、まばらに色付きテラコッタや彩釉テラコッタ、泥レンガなどが積み重なっていますが、統合板のように廃墟感はないようです。ただただ埋もれている感じですね。旅路の遺跡にはチェストはありませんが、怪しい砂や新ブロックの怪しい砂利があります。怪しい砂利は怪しい砂とほぼ同じ仕様です。砂と砂利の違いだけです。ブラシで磨くことでそこから陶器のかけらなどが出てきます。たまに鍛冶テンプレートをドロップし、手に入る鍛冶テンプレートは後ほど紹介いたします。怪しい砂と砂利はピラミッドや井戸に、旅路の遺跡の他に海底遺跡にも生成されます。暖かい海の海底遺跡には怪しい砂、冷たい海の海底遺跡には怪しい砂利が生成されます。こちらも陶器のかけらなどが手に入りますが、暖かい海の海底遺跡ではスニッファーの卵をドロップします。スニッファーの卵については後ほど紹介いたします。そして陶器のかけらが16種類増えました。前回が4種類で合計20種類となります。一気に増えてびっくりですね。このように種類が増えましたが、翻訳がまだですので、翻訳され次第詳しく紹介いたします。このように考古学についての新要素が増えました。遺跡調査の場所が増え、怪しい砂利の追加にさらに怪しいシリーズのエリアが広がりました。これから旅に出ることが多くなっていきますね。続いて防具の装飾の種類が増えました。全部で5種類の追加で、鍛冶テンプレートは全部で17種類となります。増えた鍛冶テンプレート、防具の装飾はウェイファインダー、ライザー、シェイパー、ホスト、サイレンスです。最初の4つは旅路の遺跡で怪しい砂や砂利から手に入ります。これらはチェストでの入手ではないですね。そしてサイレンスは古代都市で手に入りますが、これが入手するのが一番難しいそうです。チェストごとに 1% の確率で手に入るため、なかなか見ることができないアイテムのようです。手に入れたら必ず複製した方がいいですね。複製に必要なアイテムは、最初の4種類はダイヤモンド7個とテラコッタで、サイレンスは深層岩の丸石が必要になります。そして防具の装飾に関する変更で、砂丘風の装飾のパターンとアイコンが新しくこのように変わりました。そして古いパターンが略奪者風の装飾へと移り、略奪者風の装飾の古いパターンがシェイパーに移りました。ややこしい変更ですね。続いて桜の花びらのパーティクルが舞い散るようになりました。以前はただ下に落ちていただけのパーティクルが、このようにひらひらと舞い散っています。本気を出せばできたんですね。さすがマイクラです。そしてスニッファーがついにサバイバルでも登場します。暖かい海の海底遺跡でスニッファーの卵を手に入れます。こちらのスニッファーの卵は設置することができ、そのまま放置することで生まれるようです。素手で壊しても卵のまま手に入ります。ただ下のブロックによって孵化の時間を短縮することができ、苔のブロックが下にあると半分も短縮できます。苔ブロック以外だと約20分もかかりますが、苔ブロックだと約10分で孵化します。苔ブロックの使い道が増えましたね。そして孵化を待ってみました。1段階目に少しだけ割れます。やはり苔ブロックの方が早いですね。2段階目になると大きく割れます。
そして3段階目で完全に割れてスニッファーが生まれます。コケブロックの方が早く約10分くらいかかりました。古代のモブなので時間がかかってもいいですね。そしてスニッファーの繁殖の時は子供が生まれるのではなく卵を産み落とすようです。ここも変更されました。スニッファーが掘り起こすアイテムにピッチャーポットが追加されました。こちらも農地に植えることができ、成長するとピッチャープラントが手に入ります。ポケモンのウツボットみたいで食虫植物みたいな感じですね。こちらをクラフトすると青緑の染料が作れます。このようにスニッファーも進化してやっとサバイバルにも登場するようになりました。これからまだまだ古代の種は増えていくのでしょうか。個人的にはバイオームによって入手する種が違うといいですね。続いて新たなスカルクセンサーのキャリブレートスカルクセンサーが追加されます。こちらは自然生成されず、スカルクセンサーとアメジストのかけら3個で作ることができます。アメジストのラインがある方にレッドストーン動力を与えるようです。振動を与えると3方向は反応していますが、ライン側は反応していません。ライン側に動力を与えて振動を与えると今度は反応しなくなりました。このように動力を与えることで反応できなくすることができるようです。ただしこれは与える動力の強さによって変わるようで、歩きには反応していないがジャンプには反応するといった特定の強さで反応させたりさせなかったりができます。これはいろいろ調整をしてみてください。続いて看板を設置した後でもテキストの書き換えができるようになりました。書き間違えたとしても看板を壊さずにそのまま書き換えができるのはいいですね。他にも書いた方の裏側に回って反対側にも別のテキスト入力ができるようになりました。裏側にも書けるのは嬉しいですね。さらに看板にハニカムを使うことで今度は書き換えをできなくすることもできます。勝手に書き換えができてしまうのは困りますからね。脱出ゲームで書き換えられたら困りますね。以上、Java 版マインクラフトスナップショット 23W12A の主なアップデート内容でした。Java 版も統合版もどちらも新要素がいろいろ追加しましたね。Java 版はスニッファーの卵の追加があったので、一足先に新機能を楽しめますね。これから何が追加されていくのか楽しみですね。他にも修正内容もありますが、細かいものは省きました。アプデ情報の記事は概要欄にありますので、そちらからご確認ください。それでは、良い一日を。